の中のハローキティのイメージは、まあイメージというよりかはこう同い年なので、なんかちょっとした親近感というか、なんか気になる存在というか、今までもモチーフとして何度か使わせてもらったりしてたので、実際キティに 3,4 回会ったことはありますし、ちょっとなんか思い入れは持ってます。まあ、メンズということもあるので、だけどもともとキティというモチーフ自体は可愛らしいキャラクターであるので、まあ、それを男性的にどう解釈するかというよりかは、なんかちょっとメンズだけどチャーミング、なんかそういう表現ができたらいいな、解釈ができたらいいなっていうのは思いました。プリントですが、厳密に言うとバッセンプリント、デニムにレーザーで色を抜いて、デニムの濃淡で柄を表現する、そういうテクニックです。デニムなので幅広い着方っていうのはもちろんできると思うんですけど、なんかこうイメージがチャーミングっていう感じなので、日常の中でなんかちょっとチャーミングだねって感じてもらえるようなスタイリング、まあ、それがこうすごくラフでもそのデニムを履くことによってちょっとチャーミングだったり、逆にすごくこうカッチリしててもそのデニムを履くことによってチャーミングに見えたり、なんかそんな風になるといいなと思います。